世界の最高峰のほとんど全てが集まっているヒマラヤ山脈、その山系の一角に機械音が響き渡っていた。何もかも完全だ。こいつで怪獣を倒せるんだね。ヘクトールは無敵よ。ヒマラヤで怪獣退治？はい、地元では大変な騒ぎです。調べてみたところ、この親子は日本人だそうです。日本人？父親は大河原大輔という名です。それは確かですか？あ、キャップの秋山です。その人物の名前は間違いはないんですね。はい、わかりました。直ちに現場に急行します。それでは。キャップ、それじゃ全員出動準備、10分後に発進する。はい、はい。この男が大河原大輔だ。大河原は優秀な技術者だった。5年前防衛軍のメカニックチーフとして新兵器開発の仕事に打ち込んでいたんだが、防衛軍はどれ一つとして彼のプランを採用しなかったんだ。このヘクトールの一体どこに欠陥があるというんです。怪獣の探知捜索、追跡、攻撃、全てを一台でやり遂げるこのブルドーザ兵器のどこが気に入らんのです。君の理論はわかる。しかし怪獣がいると決まったわけでもないし、今慌ててそれを作る必要は。ひたすら守る一方ですか。それだけでも我々には困難な仕事だ。君のやり方はあまりに危険だ。話しても無駄なようですな。ではごめん。君、俺は一人でもやり抜く。あんたら腰抜けどもの力は借りない。それが彼を見た最後だった。彼は5年前すでに怪獣出現の危険を唱えていたんだ。なかなか面白そうな人ですね。ちょっと型破りで。ヘクトールか、興味津々だな。困るんだな、改造なんかされちゃ。黙れ、もう終わりだ。そろそろ行かない。お、あちあち、そら見ろ、簡単に鍋焼きうどんの出来上がりじゃ。腹減った時は何だってこれにかけるからな。困るんだな、勝手にピグのお腹にガスレンジをつけて。困るんだな。マルメ、何をしてる。現地に到着だぞ。父ちゃん、頑張れ。じゃあ、行ってくるぞ。1万トン以上あるな。破壊力も相当なもんだろう。お、変わらんな、小河原。秋山、やっぱりお前か。俺を覚えていてくれたか。
いや、持つべきものは友だ。この奥に怪獣がいるのか。おお、探知機がはっきり示している。どんな怪獣なんだ。追ってみりゃわかるさ。なんだろうとこのヘクトールには敵なんか一個ねえ。危険だ。即刻中止してくれ。ん？なんだと？勝手なこと言うな。父ちゃんがヘクトールを作るのにどんなに苦労したか知ってんのか。一郎。秋山、お前こそ変わらんな。その優等生ぶりがよ。大原、俺はもう防衛軍の人間じゃない。命令を聞く義務はないぜ。いや、これは命令じゃない。これは友人としての断る。そうだ、やらせろ。引っ込めか、警備隊。大原、通信機だ。せめて状況報告ぐらいしてくれ。わかったよ。小原、聞こえるか。信じられません。今は一刻も早く大柄を探し出すのが先決だ。でもヘクトールと違ってあの草木で掘ってたらいつになることやら。心配かな、やっぱり。心配なもんか。父ちゃんは強いんだよ。いくら強くても人間だからな。どうなってるかわからないんだな、やっぱり。なっくっ苦しいんだな。大変だ、大変だ。麓の村にヘクトールが。なんだって。の奥にいるはずのヘクトールがどうして突如麓の村を荒らしたのだろうか。そして大河原は。全てが謎のまま一同は冷たい雨の降る夜を迎えた。崖崩れのために後を見失いました。どこかに別の出入り口があるはずですが。あの親父、何だって麓の村を荒らしたんだろう。それは分からないが、何者かに命令されていたのかも。いずれにせよ洞窟の中に秘密があることは確かだ。夜が明けたら作業を開始する。あの少年一郎君は洞窟の中だと思うわ。マードックに泊まるよう言ったんだけどどうしても聞かないの。そう、後で僕がもう一度話してくるよ。
違う。一体どうしちゃったんだよ。一郎くん。なんだお前か。びっくりするじゃないか。鍋焼きうどんなんだな。元気が出るんだな、きっと。お前、便利にできてんだな。そうだな。万能ロボットだもんの。万能ロボット？じゃあお前、あれ運転できるか？もちろんだな。じゃあ放ってくれ。俺さ、父ちゃん探したんだ。一人で入るのは危険なんだな。じゃあお前も一緒に入ればいいんだよ。なあ、頼むよ。困るんだな。非常に困るんだな。大変です。起きてください。なんだ大変です。一郎くんの姿が見えません。どうやらピグと一緒に洞窟に入ったらしいんです。一郎くん、ピグのやつ勝手な真似を。光、丸目、むつみ、行け。はい、はい、とにかく目的は大柄親子の救出だ。はい。しかし危険と判断したら引き返すんだぞ。歩いたな。そろそろ引き返した方がいいんだな。せっかくここまで来たんだ。もう少し行こう。おっかないだな。近いぞ。しゃあないんだな。君、父さんはどこかな。きっと中にいるんだよ。危ないんだな。一度呼んでみるんだな。父ちゃん、父ちゃん。一郎君、よかった、無事だったのね。ピグのやつはどこだよ。あら、壊れちゃったのかしら。まったく、せやかけやってもどっか。ピグ、この野郎、冗談もいい加減にしろか。この野郎。丸目隊員、ピグは普通じゃありません。早く離れろ。Thank you.
どうしたのかな、お腹が熱いんだな。父ちゃん。一郎、見たろ、ヘクトールを操っていたのはこいつの仕業さ。奴は俺なんかに目もくれず、メカだけに取り付く液体怪獣なんだ。形のない液体怪獣か。じゃあヘクトールはどうなるの。あの中にはこいつの親玉がいっぱいに詰まってるんだ。俺は何とかしてヘクトールを取り戻そうとしていたんだ。来たぞ。とにかく表に脱出だ。無事だったのか。ヘクトールが乗っ取られちまった。すまねえ秋山、この通りだ。大河原、俺は間違ってた。敵の正体も知らねえで戦うなんて。父ちゃん。一郎、お前も謝れ。俺たちはな、二度とこんな。後にしてくれ親父さん、ヘクトールが近づいてくる。発進。ドロドロ野郎をいぶり出す方法があれば。父ちゃん、あいつさ、熱いのが苦手なんだよ。なんだって。ビングの時もそうだったじゃないか。そうだ、俺が改造したガスレンジのおかげでお腹やけどしそうになったんだな。それなら簡単だ。ヘクトールの後ろだ。あそこは通気口になってるんだ。いや、しかしやってくれ秋山。よし、だがせっかくお前が作ったヘクトールを破壊することになるかもしれんぞ。構わん、今やらなければならんのは怪獣を倒すことなんだからな。よし、窓降下。考え違いしてた。怪獣を倒すことより新兵器作りに熱が入っちまったんだ。
いいんだよ、大河原。それより、これからどうするんだ。麓の村には随分迷惑をかけたからな。こいつで元通りにしなくちゃ。うん。一郎君、僕らに何かしてあげられることはないかな。何でもいい、言ってくれよ。一つだけあるんだ。何だい？あのさ、大きくなったら科学警備隊に入れてほしいって言うんだ。まあ、父さんみたいに喧嘩はしないってさ。平和な朝の光がヒマラヤの山々を照らしていた。3匹の兄弟怪獣が現れた。兄たちは凶暴な性格だったが、弟は心の優しい怪獣だった。さらにその弟怪獣が発している鳴き声の波長はどうやら言葉になっているらしい。しかしその波長はピグだけにしか理解できない怪獣語だった。次回ザ・ウルトラマン、怪獣とピグだけの不思議な会話、同居怪獣オプト登場。